ます。何秒？あぶねえ、間に合ったー。あと何秒？もう始まってる。今週も始まります。しばしば。笑ってるけど、なんか、そつなくこなすみてえな反応ばっかしてさ。あ、どうも、あ、どうも。イエーイ！運転気をつけてね。はい。ということで。復活しました、朝日純正です。お、言って。何を？復活しました、朝日純正です。本当はなんか知らんけど。お前、溶連菌めっちゃきついかんな。インフルの倍きついからな。初めて聞いた、溶連菌っていう。俺も。じゃあちょっとあの今日のゲスト紹介しようって、お酒持ってくる。今日のねゲストはちょっと俺が復活してしんどいなと、トークやっぱ俺も休んでた分トークがしんどいなと思ってきたんで、トーク力に関してはここの2人やなと。この二人さえいれば、うちの店は面白い店やって言われます。じゃあその二人を紹介しましょう。どうぞ。あ、おはようございます。いいですか、いいですか。トーク力一番のゆうやですけど、すいません。中、はい、中とかに座らせてもらっていいですか。イエーイ。はい、お前先週も見た。先週も出た。紹介します。うちのお前先週も見た。店長、あれす、伊崎優也店長と、あれす、ななみななみのみ鶴見です。うん、さて何回みを言いましたかっていうね問題。コメントきますかね。888ってきますかね。うん、ありがとうございます。はい、ななみつるです。よろしくお願いします。ゲストになったら4、先週からの今週ゲストになったら4人分入れたら、うん、ビールカバンになるらしい。レッドブルは、いい、そういうのイケメン割りない。今週グラスがちょっとでかいですね。さあ、それでは乾杯。甘い。まずまずですね。まず復活にね。イエーイ、イエーイ。ちょっと変な病気になったのかな。違う。じゃあ純正おめでとう。復活おめでとう。まあおかげでさ、溶連菌がまだ治ってないのかな。わかんないけど。じゃあさ、子供に戻ったの。じゃあ休んでた分先弱なと。酔っ払ってんのも。あ、面白い。ちょっと病気かとか。僕たち昨日ね、お休みだったんで、今日から仕事。2月ですね。はい、でも明日どうな、明日どうな、明日休み。イエーイ。だと今日もね、休みした。3連休やね、かーい。さあ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 、明日休み。違う違う違う。大丈夫か今日。いけるな、やっぱ。なんかすいません、こういうのやってないんですけど、僕なんか、あれですか、これ2杯目です。そう、2杯目です、僕今飲みました。俺は1杯目です。なんなの。じゃあ、ごめん、じゃあ、すいません。おい、指入ってんの。ちょっと待って、おい、指入ってた。やっぱな、モデル、元モデルやから。うん、これさ、俺思うんだよね。はい、ナイトチューブ悪いよ。全然わかんない、あれナイトチューブやったら、もう笑えや。先週僕も言ったんですよ。おもろくなくても笑う感じせえ。あの、スタッフさんが全然笑ってくださらない。おい、久しぶりやから忘れたんか。いや、大志おい、本名言うな。スタッフさんの名前言っちゃったら大志笑う感じせえ。いや、もう大志は僕らがね、俺が滑ってますな。去年からナイトチューブをやらせていただいてからずっと、おお、要は母親みたいなもんですよ。ずっと、その辺の早う言え。ママね、ママね。あの、大志が
ここに画面出るんだったらいいけど、出し出えへんねんから、そのうち出すよ。まだ後半俺と変わってこれ来てるわ多分。大志1周年記念ぐらいの時に出すよ。うん、いいねいいね。大志はこれこういう人だったんです。1周年も続くから。やめなさいやめなさい。いやまあビテンお願いします。金払ってれば続く。ビテン、いや、なぜならあのね、告知で見てナイトチューブ見たで、介入代が5000円から1万円になります。一人も来へん。最近なんかナイトチューブ男見てへんのかね。言ったでしょ今日俺がずっとキャンキャンって言ったの、ね、ちなみに俺これいつも出る時に俺2万払うわって俺あれやで店長から2万払うわって言った。今月で今年入って、はい、退入、はい、5人キャンセル。そう、4、5人ぐらい待ってるんだよね。冷やかしか。どうなってる？払ってないよ。今も払ってないけど。カエルさん泣いてるわ、うん、そうや。ミツル、ヒロさん泣いてるわ。こっちのコメントも見て。俺あいつもあっち開けるから。男、見て。男見て。ありがとう。ありがとうございます。自分男だよって人手が。気をつけてな。いや、2万払ってない。車で来てる方はね。うん、男だよって、男で見てるよって人って言うと、うん、あのコメントしてください。で、男の人がどれがタイプが女だよーいらねえ。何でもいいよ。女だよーいらねえ。何でもいいんで、コメントください。メスだよーいいよいいよ。大体そうだよー。女いらねえよ。女いらねえ。男だよーの人手挙げて。オスだよーの人手挙げて。オスだよーって。オスだよーって方。オス。メスだよーいらねえ。だから、オスは見てないってことでしょ。メスしかいらねえ。メスが増えてきた。メスが増えてきた。オスって入れてもらっていいですか。クソビッチどもがメスばっかり、メスばっかりの、メスばっかりの人はメスの方かな。メスばっかりの人はメスだよって言った人。メスばっかりの人はメスなのかな。ねえ見れないよって。どういうこと。いいねいいね。もうサワビみたいじゃん。これ全部突っ込んでくる。オス、面白い。オスの素が面白い。おお、何ちょっとクオリティ高いな。ちょっとライバルだよって。全部のコメントをなんか拾うと思うなよ。なんで映らへんの。何がですか。何がですか。え、ちょっと、犯罪者がいるから、あの画面中で映し、映し、カメラに映って大丈夫ですから。あ、そっかそっか。はい、大丈夫ですから。え、声は届いてんの。映像だけ聞いてない。その人に聞いてみたいね。なんか、あれなんですか、ね、映らないって。でも、ヒロ、はい、今日は、はい、俺らが、あ、トークの神二人呼んでるからって。そう、やめろやめろ。二人をね、ちょっと、俺も、病気明けやし、まあ、ヒロもずっと出てて、ちょっと疲れてるなっていうのはあるって、ちょっと俺らじゃあ心細いなと、喋りがね、と思ってこの二人呼んだんで、この二人あとは任せましょう。やめなさいやめなさい。よろしくお願いします。なんならオープニング先週も出てたやないかい。いや、2週間連続でなんかすごい連続だからちょっと申し訳ないな。準レギュ準レギュ準レギュ終わったらここ来るみたいな感じになってますけど、ね、でも全然今緊張してるから。緊張なんかしたくないわ。今どこでボケようかと思ってんの。緊張してんの。ボケない。店長もっとなんかやってって。なんかあれですよ、言っちゃいけないことと、ダメなことをなんか どの言っちゃいけないこと言っていい。ちょ、言って。誰の言っちゃいけないことは。言っちゃいけないことは言っちゃいけないんですよ。どのとか何でもいいよ。何でもいいの。言ったらいい。そうか。じゃあ全部俺がフォローしてる。どうですか。ありがとうございます。どれ行こうかな。じゃあ誰でいい。どうですか。行こう行こう。早いって。オッケー。僕から行きますか。じゃあミツルでいいかな。僕でいいですか。はい、最初なんで。本当に変なこと言っちゃうけどいいの。え、変な、本当に変なこと言っちゃう。でも訴訟問題ですけどね。あの、ことによっては、ことによっては訴訟問題ですけども。勝てる勝てる、はい、勝てるね、うん、俺勝てる。普段分かるよ。分かる。いいね。でも本当にありがとう。でもね、我慢しなきゃなりゃ。ありがとう。今俺が考える時間を助けてくれたわけね。うん。俺はね、でもね、いろいろ言いたい。シャネル、うん、面白い。何ですか。俺はね、本当にね、あの元からに俺、人を目が、言ったい。何だっけ。違うやつのこと言ってる。ちょっとかぶしてる。ちょっと早す、ちょっと待ってください。ちゃんとやってくんね。ああ、そうか。一応やっと、ごめんな。ちゃんとやるわ。映像も声も来てないって。もうそれはお前が悪いわ。お前だけだ。お前それかわいそうだ。やめて。お前他のやつ来てるから。お前だけだから来てない。もしかしたらマイクに音声が入ってないのかもしれない。一回さ、あの何、本当に再ダウンロードしてお前が悪いわ。だからお前めっちゃいい子やった。どうすんの毎回見てたら。お前前が来たら乾杯。でもその子が言ってほしい。純正さんが出ない回は面白くなかったって言ってくるから。お前大好きなのやろ。もういいじゃないですか。うん、ん、ちょっとね、うん、お前いいスーツ着てんなこれ。ちょっと全然一回落ち着きましょう。一回落ち着きましょう、うんうん、よし。サイズビール持ってくるわ。オッケー。そのスーツおいくら、うん、あれ出演者がビール持ってくるんでしたっけ、うん、じゃあ俺ちょっとタバコ吸ってくるわ。オッケー。
じゃあ俺大志くんにちょっと俺どうやったらうちに入るかちょっとお金あげてくれちゃう。いくらぐらい、これいくらぐらいあげればお金入るか。ななみ、ななみみつるのシュガシュガ。危ない。やめましょう。やめましょう。できませんか。できませんか。そういうのは、そういうのは違います。ちょっとやってこうだもん。一回やってこうだもん。アズマックスアズマックスって言われましたけど。いいと思う、まあでもね、結局ね、はいはい、なんかさ、なのに、楽しいまでやろうよ。じゃあヒロが、お金だよ。ヒロがね、二人に対してね、お願いしますね、今日出てください、お願いします頼んでたの、それは違うと思うけどよく頼むの、ね、冗談でな、それに対して、この答えはちょっと合うだよな、頼まれるほどのものがあったんか。お前まだ言うんだよ、どっから出してきたの、コミトレが俺に叩くやつ、どっから出してきたの、代表がいないから俺自分で叩かなきゃいけないの、どっから出してきたんですか、まあ、あの出演者が、スリッパ券見せたやろお前、分かるよ、気持ちはね、分かってるとか言うのもね、飲もう、とりあえず人間どこまで休みだから、そうやね、だ人間どこまで飲めるかっていう実験に来てくれたからな、みんなな、けどさ、はい、コメント書けや、仕込んでるだって面白い、仕込んでるだって思う、もうちょい来ないともう喋ることねえよ、お前らが番組作れい、かっこええな、お前人任せ、そのコメントを書いて、言ってますけど、やれ言ってますけども、先週僕らがフリートークのあの回でしたっけ、先週の、この1週間頑張ります、かわいい、家で、かわいい、頑張ってくれるよ、家で主張してたらしいじゃないですか、いや、先週のくだらがどうでもいいか、俺出てへんねんから、お前らコメント書いて、俺らがそれに対してこうね、うまいこと言うみたいな感じでやれ、とりあえずやれ、わかる、コメントを書き、わかる、ド M ばっかりみたい、いいよ、最高、マグロのコーナー、イエーイ、いいよ、最高、どんぐらい遅刻したかとかでいいよ、はい、バフバフとか言え、今の俺 の, のイエーイに対して、うん、P 入りませんからね、うん、はい、じゃあ店長からのマグロね、はい、一つずつエースの名前言ってみよう、面白いな、え、俺切れたエースでいい、いや、切れたらダメ、今のエース、本当に、うん、俺ね、全員ね、ミがつく、え、なるほど、はい、うん、はい、はい、なるほど、はい、そういうの、何ミスか、あれなんですか、何ミスか、全部ミです、全部ミです、ミがつく女の人は注目ですよね、ヒロミはやめてください、お前ふざけんな、お前それはお前それはお前お前酔い覚めたよ、枕難しいな、トークのヒロミでもいいよ、トークの、はいはい、そんな人の暴露ばっかりして自分の暴露されへんと思ったら間違いない、トークのやっぱカリスマを二人呼んでて、そう、これに対するのはちょっとあれやと思う、そう、俺もそう、滑れの話マジで、滑るはしなくていいけど、あ、しなくていい、滑るの話じゃないの、うん、滑るの話、滑るの話全然悪い、マジですか、それが暴露の話、いや、伊崎ゆえの滑らない話、これ、ね、前回ね、CM でちゃんと、あの時消防士の札、そうあの時おった、はい、あれが最後、その時にちゃんと振ってくる、俺にあれが最後で、今日が復帰戦、あの知らない方はあの前回の YouTube とかに出てます、大志さん、じゃあ今多分聞きたいはずや、言っていい、こちらで検索、滑らない話ですか、パフパフとか復帰戦とかやってくれてるじゃん、ちょっといい子やん、お前らええやつやな、好きだよ、ただいい子やん、でも一人のやつだからね、そう、ID 見たら超ええやつやな、ええ子やん、頑張ってるやつや、じゃあ、はい、滑らない話、じゃじゃん、もう他のやつやれ、こますぞ、おいしい、おかしい、え、本当に普通に滑るのシーン、はい、まだ CM 行かないね、行かないっす、いやいや、まあどこ出身かって言われたらやっぱり東京出身やけど、はい、でもね、親父がね、あの消防士やから、ロミジュリに入りたいんです、君たちか、待つぜ、なんでうちを選んでくれたの、月給26万3ヶ月サポート、新人でも出勤7時から3ヶ月に1回旅行付き、忙しすぎて人が足りないけど明日から来れるか、はい、君たちやっぱりロミジュリだな、お前声入ってるわ、あれ聞こえました今リスナーさん、うん、聞こえてる、
あれ放送されてたんですか今、うん、すごい、うん、ちょっと僕らすごい笑っちゃったんですけど、うん、やばい、やっぱ黒髪二人に並ぶとめっちゃ髪の毛明るいな。明るいよ、ね、髪切った？髪切った、髪切った。いやいやいや、あんまそういうの言われたくないタイプさっき話したけど、ちょっとなんか軽くなった、ね、なんかね、めっちゃ笑った、可愛い、うん、でもあの子ばっかり今日鼻声だね、あんまさん。じゃあ俺もう今 CM 中ずっと俺滑らないしたからね、ずっと、うん、これが流れてるのかどうか分かんないです、うん、でもね、ちゃんとナイツジェームさんはね、 あ, の、はい、あれ流れたら俺マジで面白いって言って芸人からオファー来るから、それは全部止めるために出したんだ。アンさん、あの、うん、ナイトチューブさん側は、うん、まあ、あのやべえ話が始まるんだなと思って、うん、一気に CM 行ったんですよね。そうそうそう、だからあとはお前すごい見てたんですけど、とりあえずやっとこだったあの、うん、いい、ちょっぴりちょっぴり僕なんか引きましたもん、うん、あの YouTube で見ましたけど、うん、すごいこと言いますもんね、うん、じゃあ、はい、はい、こんな公共の電波で、はい、お前ちょっと緊張してるよね。緊張してない。もう何回目ですか？僕4回目ぐらいですか？まあ先週も出たからな。あ、もう2週目、そんぐらい結構出てたよ、うん、どう今日？今日ね、バカズルかかけてる。何かにかけてますね、うん、なんかちょっと起爆していきません？じゃあやっぱでもね、こうなんですかね、こうなんかひたすら俺ずっと飲んどくタイミングやったりね。じゃあ今回一緒、起爆剤がないとね、うん、なんかパパパパパ、なんかあった方がいいですね。いかないもんだよね、なかなかね、わかるよ、君と、うん、あのね、あの俺の口癖ね、最近のね、最近マイブームがあるんですよ。マイブーム、ゲップしたか分かるよって。そうそう、わかるよ、気持ちはわかるよって言ってくれる。それだけ言っとけばいいかなと思ってる。だそれ言われた瞬間に僕はなんか、あ、なんか分かってくれるんだ。これです、これです。なんでなのかな、なんでなのかな。ごめんね、Wi-Fi のくだりは Wi-Fi つながりは面白いね、ほんま。 Wi-Fi のくだりはごめんやで、ごめんやで、 Wi-Fi のくだりはほんまに。何それ、どうしたんですか。いや、なんかそのあの Wi-Fi 先週のね、うん、放送で、うん、はいはい、あのみんなあるじゃないですか、月でさ、こうネットの制限、通信の制限、速度速度制限ね。そうそう、で2ギガとか、もうそろそろカツカツですと、もう月末だし、うん、先週の放送ね、見てられないのか。だから僕が、いやもうそんな Wi-Fi つないこれやっていうツッコミしたんですよ、うん、ほんなら、 いやいやちょっともう Wi-Fi とかみたいな感じだったから、いやそれはごめんなっつって。いやでも下したんだけど、いやそう考えたら今ね、ほんまに Wi-Fi つないこれいなのでも今月収3日目やろ、うん、復活してる、復活してる。じゃあお前ら Wi-Fi 関係なく通信制限まだいけいけやろ、えい、おぉ、やっぱ復活してから元気やな。わかるよ、わかる、イケイケやらんかいじゃん。気持ちはわかる、枝呼べ、コメントの枝呼べ、コメントの枝、コメントの枝、コメント見たって聞いたんですけど、枝、枝を呼べ、枝でコメントせえ、うん、277しか言ってへんねんぞお前ら、うん、それかもう、純正の LINE に痛手めっちゃしてみんな大丈夫、俺の LINE 来たことないから。ないの、この ID はこれ全員、あ、あ、本当だ、本当だ、これね、これ載ってるけど来たことあんの誰だっけ。俺来たことない。来たことあんの誰、はいはいはい、ヒロ、ヒロしか来へんねんね。なんで俺、しかもインスタとツイッター出てんのに一件も来へん。やべえやつ頼まれてるよ。俺 LINE の ID 載ってるんですね。載ってるよ。なんで書いてる。ナナミミツル-ナナミミツルです。ボケんかい。しつこ、しつこない。うざ、自分のアピールしつこくない。俺もしつこいけど、しかも数字が -白ひろ店長は何の ID 出てんのね。店長は207-0032、東大和市、あ、実家の住所言ったの。それは、これ動画残るから、ね、そうそう、絶対そうだよ。そうそう、そう、でもそっから分かんないから来るよ。そっから大丈夫、分かんないから。分かるわ、それ来るよ。消防士の親父さんが来るよ。で自分の暴露したから、あとは人の暴露していいから。消しすぎちゃってって来るよ。それ言ったらまた CM 行けんの。また行けない、もう行けない、もう知んない、 CM 一回だけ。でもあの人やりそうだな、さっきの人。あ、名前もしましょうか、大志。大志、大志、大志くん、大志くん、うちの従業員に大志って言ってるけど、行け、き、行け、き、大志、大志くんね、面白い。一回ぐらい、一回ぐらいちょっと映ってもらえません。大志、そのためにまず挟んだし、俺がね。いやでも悪意の大志のコメント来てるぞ。いやでも大志はやっぱりあのなんか最終奥義じゃないの。今日行っちゃうの。あの、そう、リーサルな、リーサルウェポン、リーサルウェポンな感じでいいんですかね。最終奥義。それとも今日、うん、ついに、うん、でも多分ね、これ単優で俺は2万出すよって言ったら多分ね、大丈夫。でも2万出さないじゃないですか。出す、出す、出しちゃダメだし、出しちゃダメだよ。見れない、なんでって待ってくれ。もうダメ、もうえって本気の顔してたわ。え、なんで見られへんの。その見れない人たちはどうしたの。
何かあったの？どうしたら反対者映ってるから、誰反対者手挙げて。はい、この人全員やね。全員反対者。何をお届けしてる？何の経緯？どうぞどうぞ。何をお届けしてる？何をしてるよ。何を悪いことしてるよ。俺赤信号が当たった。はい、次俺何を悪いことした？俺はね、後輩のお客さん泣かした。いや、最近やないかい。僕ですか？その説はすいません。僕はもらったチャリが実は盗んだチャリで、もらった、はい、なんとか横領っていう罪に問われました。もらった、性病やないか。占有離脱物横領っていう罪で、はい、捕まりましたね。で、昔地になったじゃん、あれなんていうの？それは地じゃなくて、なんていうんだっけ。こんなんだったよね、こんなんらしい。なんていうんだっけ、他の名前で地じゃなくて、なんだっけ。あ、ちゃんと正式名称ね。初めてですよ、この電波で地っていう。地じゃなくて、なんだっけ。血栓性外耳郭っていう。キレイジですよ、それ。外資、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 外資なんでいい。キルですか？外資なんでいいんですよ。キルは？あれ、はい、キルは何悪いことした？いや、生まれてきたことが悪いかなって。悲しいよ。悲しいわ。でもお前と出会えて俺嬉しいよ。いやー、嬉しい。嬉しい。俺も2杯飲んで。嬉しい。怖っ。嬉しいわ、悲しいわ、ね、楽しいのこれ。だから結局お前ら見てて楽しいの。結局先週と一緒でフリートークで30分お届けしてますから。お前ら楽しいんか、うん、はい、楽しくなかったら言うよ。でもこっからいきなりね、あれやってほしい。いきなりなんで写真で一言いきなりバーン、二つさんが来てバーンやりたいね。あ、これいきなりドッキリで、うん、僕ら4人とも知らなくてこの写真を見て、ビト類が熱く語った。あ、それ俺知ってるわ。それはビトのお客さんだわ。何ビト類が熱く語った。お前の席だよ。なんて やんでるやんでへんの話？そう、あやんでるの話。まあまあまあ、そのだから要はまあもうことは言いようだけどね、うん、こうやっぱやんでてもいいことはないよと。そう、それやったら笑顔でいた方がいいことが多い。そう、やんでても意味ないんだよ。いいんじゃないかなっていう話を今日僕のね、意味がないから、芝居の代表がね、そういう話をしてたんだね。やんでても意味ないんだよ。いいこと言う。つまんねえから、うん、そうね、やっぱいっぱい笑った方が。そう、やんだ分だけ。でも一個だけ言うよ、俺はね、今ね、すげえやんでるよ。なんで？売り上げ悪いから。うん、あ、そっち？そっちでやんでたんすか？うん、そっちが一番やんでる。そっちをやんだ結果、ああいう結果になった。どういう結果？ベロベロになって暴れるって。あー、暴れるくんで呼んでじゃん。なんだお前。暴れると思うよ。コメントも、コメントもちょっと坊主に正解。あ、さすがに意味言おうとした。あの、ルイジのせいだ、ルイジのせいだ。空襲じゃねえから今、平成だから。あ、そうか。え、あ、そうか。平成だから今、大正昭和じゃねえ人だから。空襲じゃねえ。米軍が上見てても何も降ってこねえ。鬼畜米軍が。鬼畜米軍だよ。鬼畜米軍が誰がやる。割としっかりしてる天井ですけど。見た目は、見た目子供？ジョブ、ジョブ。大人？うん、脱いだな。見た目はね、うん、大人ってなる。お前、すっと答えたことを、大人ってなる。見た目は子供？うん、じゃあ見た目は大人だよ。見た目は大人。脱いだな。じゃあ見た目は子供、素直は大人。遅いな、お前。見た目は大人。脱いだら子供ね、お前。どうだ、どうだ。全然モテないじゃん。脱いだら子供、言えたら大人。いやいや、クロードここくんだよ。いや、そういうことでしょ。遅いから、そういうことでしょ。そうそうそう、脱いだら子供、入れたら大人。おお、面白い。そのまま、そのまま、そのまま、そのまま。何、鬼枕、七海水でしょ。なんで俺食べとけ。今でもやってないわけ。俺じゃん、謝れ、やってないよ。そうやって俺じゃん、謝れ。こうやってボケた時に、なんか本気にしないでちゃんとなんか明るく返してくれる水好きだよ。いいね、よかったね。だから俺もずっと この先ボケ続けれる。ありがとう、うん、ただチンチンでかいの普段。急にどうした。チンチンでかいやつおらへん。ちょ、俺ね、思ってる。急に何の話。邪魔くせんだ、でかすぎて。いや、ちっちゃくても。でもちっちゃくても、みつるはなんか長いよね。おい、でも今二人で喋ってるけど、一番チンチンでかいの誰やと思ってんの。あー、いたいた。ふざけんじゃねえ。神様ありがとう。ふざけんじゃねえ。ちょっと、あー、大口も悪くない。なさへん、なさへん。出した瞬間にもザーってなるから。うちのチンチン代表だよ。誰がチンチン代表やねん。俺の携帯でやめて。役職足りない。役しますよ。役職は店長だけど、チンチンは代表だよ。そんなにやばい、バカ野郎。店で、店で長いよ。これ、本当の話だけど、まあ、うちの店って年に2回旅行があってね。ありますね。で、
こうなんだろう旅行先に行くでしょ。でみんなでお風呂とか入るじゃん、温泉みたいな。裸の付き合いはするわな。でやっぱこう楓くんには負ける。ちょっとうちのナイキーさんの名前ナイキーさんの名前やばいよ。ナイキーさんはこれこの後楓くんってあるよ、怒られちゃうわ。言うたら何でだよ。ほんでそれでなんかこうなんかこう座るやつあるでしょ、オケとなんか座るやつあるじゃん。あ、そう、椅子っつやっぱみんなでいっぺんに入ったらさ、こう座るやつが足りなかったりするんだよね、うん、で、皆さん優しいから下の子とか俺らとかに、あ、いいよいいよ座り座りっつって座ってくる。で、最終的に自分はあ、なんつうの、ちょっとこれソファーの上、靴で上がっても大丈夫ですか。あと一生懸命拭くんでね、こうやってこういう状態でこういう風にやってんねん。そしたら後ろから見たらチンコがでかすぎて、こっからこうやってピッて出てる、こうやってこう、でかすぎて、こう出てるってぐらい、じゃあこれ嘘の話だと思うでしょ、これ。手ぐらい本当にでかいんだよ、うちの湯屋さんは。手がね、見て、耳がめっちゃちっちゃくない、ほら、耳がちくない、ほら、耳が。でもね、ここだけ大きいの、神様ありがとうっていうネタをいつもやってます。そういうのを見せてやって。確かに今何点あれす4点100点。あ、やっぱ CM 行かないんで、ありがとうございます。CM はもう行きませんよ、うん、何言ってんの。じゃあ今から絶対に3点で来てる、はい、お、面白い。お前何点満点、5点満点かありがとう。いやプラス聞いて聞いて、絶対に今から女の子が得する情報を言える。あ、お、絶対に今から合コンで、うん、これをやったら絶対女の子が、あ、何男が好き。いやいやいや、合コンとか行かんといて、合コンとか行かんといて。合コンじゃん、100点じゃしてない。いやいやいや、うん、いいですか。俺、シコシコのみって言わんかんだけど、シコシコのみ。早い早い、じゃあ乾杯を待つ。早いよ、乾杯。シコシコのみが何、ピロピロのみと、ピロピロのみと、こう来た時にピロピロのみとシコシコのみね。ええねんそれ、受けへんねんだろ。もう美味しいって女の子やったら超楽しい。でもね、こっからね、ティー飲みがあるから。何恥ずかしがってんじゃん、お前。ちょっともうちょっと楽しめろ、お前。女の子楽しめよ、乾杯、飲みましょう。うん、そこティー飲みって言うんだけど。ねもう、その後、その後の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 今日の売り上げは俺に任しとけ、飲みやって。はい、はい、はい、でも今日の売り上げは俺に任しとけ、飲み。今日の売り上げは俺に任しとけ。はい、じゃあ俺らしか分かんない。叩いて叩いて、それでやめましょう。ちょっと、とりあえず2月はあのそうですね、やっぱあのバレンタインとかあるし、あと、まあ、いろいろあるんでね。あの黒人書いてるようにナイトチューブ見たで、あの男の人、退入5000円から1万なるんで、ぜひ来てください。あとあの初回のお客さん、あの特典つけます。おなんでぜひ来てください。あの僕ら楽しんで、楽しい店なんで、ぜひ来てくれいただければ、僕ら一生懸命楽しませます。お願いします。ナイトチューブもね、これから見てください。あの 枝を呼んでください。あ、なんかカウントダウンマリオみたいになってる、はい、マリオみたいに。いや前からそう。じゃあまた来週。あ、ありがとうございました。なんのマリオみたいな犯罪者か俺。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。